バハルディン・ユスフ・ハビビは、インドネシアの技術者、政治家である。スハルト政権末期の副大統領を務め、スハルト辞任後、同国の第三大大統領に昇格した。政治家になる前は、ドイツの航空機メーカーメッサー・シュミットの副社長を務めていた。スラウェシ島出身。幼少の頃、当時南スラウェシ派遣軍司令官として、スラウェシ島に赴任していた。 スファルトの地偶を得る。ジャワ島西部のバンズン工科大学に入学したが、留学のため中退し、西ドイツのアーヘン工科大学航空工学科に入学。1960年に同科を卒業して、同大学助手に就任。1965年、工学博士号を取得した。1963年にタルボットに入社。その後も航空機エンジニアとして、 ドイツの航空機産業界に席を置きながら、1974年には、メッサー・シミット・ベルコーブロムの副社長を務める。MBB 在職中には、エアバス A300 の開発に参加している。1974年、インドネシアに帰国し、同国の石油公社プルタミナの総裁補佐官、及び、スハルト政権の先端技術、航空工学担当大統領補佐官に就任する。 その後も1980年代以末まで、研究技術担当国務大臣、バタム工業開発庁長官、技術評価応用庁長官、戦略産業庁長官を歴任し、同国の先端技術育成部門での地位を確立した。1990年12月、インドネシアイスラム知識人協会の設立とともに、同協会の議長に就任した。 1995年8月10日、自ら開発を指揮した国産旅客機 N-250 の飛行を成功させ、同国の独立50周年に花を添えたが、この旅客機を生産ベースに乗せることはできず、1997年のアジア通貨危機器により開発は中止となり、国費の無駄遣いであるとの批判を招いた。こうした批判の声は国軍首脳部、 経済テクノクラットの間から聞かれたが、ハビビが一貫して、インドネシアの先端工業部門での地位を維持し続けたのは、他ならぬ大統領、スハルトの強い支持があったからである。アジア通貨危機後、国内のスハルト退陣要求の声をよそに、1998年3月、スハルトが大統領に7選されると、ハビビは副大統領に就任した。しかし、 その直後から国内で頻発したデモや暴動などを沈静化することができず、同年5月にスハルトは大統領辞任を表明。任期途中での大統領辞任を受けて、副大統領ハビビが大統領に昇格した。ハビビは民主化を要求する、核勢力の規制を制する形で、八木早に結社の自由や、 言論の自由を認める政策を打ち出したが、そのスハルトの子飼いとしてのカラーを払拭することはできず、政権の求心力は弱かった。そのため当初から、インドネシア政局では、ハビビ政権を暫定政権と見る向きが強かった。1999年6月7日、そのハビビ政権が制定した新しい政党法。 選挙法のもとで総選挙が実施されると、支持団体で新たに、政党組織となったゴルカルを率いて、これに臨んだが、得票率で、メガワティスカルノプトリ率いる逃走民主党の後人を、敗する。その後の大統領指名選挙では、ゴルカルの支持を失って、出馬を断念。同年10月10日、アブドゥルラフマン・ワヒドが新大統領に選出された。2019年9月11日死去。 83歳坊ツ。ありがとうございます。